はい、こんにちは。英語講師の岡崎です。今日は if not という表現を扱います。 if not にはメジャーな意味が2つあるんですが、多くの人、いやひょっとしたらプロでも知らない第3の意味があるんですね。一応大学入試にも出題されていますが、入試レベルははるかに超えている表現です。納得して理解するというよりも、まずはその第3の意味を知ること、そして会話でよく使われる表現なので、相手の発言を正しく理解することをゴールにしましょう。ではまず1つ目の意味に行ってみましょう。第1の意味は、もしそうでないならという条件の意味です。 I'll do it today if I have time. If not, I'll do it tomorrow. 時間があったら今日やります、もしなければ明日やります。こちらはイメージしやすいですね。2つ目の意味は、なのではないとしてもという情報の意味です。 I'm a good tennis player if not a great one. 私は達人ではないとしてもテニスが得意だ。 if の後ろに省略が起きているときは情報の意味になりやすくなります。さあ本題の第3の意味ですが、例文は同じです。そう、と思いましたよね。そうなんです。この文は2通りに解釈できるんです。第3の意味で取ると、私はテニスが得意だ、いやひょっとしたら達人かもしれないになります。 if not には、いやひょっとしたら何なんかもしれないの意味もあるんですね。第2の意味では謙虚な感じですが、第3の意味で取ると自信がある感じで、伝わり方が変わってきますよね。ちなみにこの例文は The Economist でネイティブを対象に投票が行われて、第2の意味では 28%、 第3の意味で答えた人が 72% という結果になりました。ネイティブでも意見が分かれるくらい曖昧な表現なんですね。判断は基本的に文脈から行うので、ここが難しいポイントです。ではここから2つ例を見ていきましょう。俳優のベネディクト・カンババッチがインタビューで、ドラマに出演するためのオーディションについて話しています。 It's a little bit like going for any audition. You walk into the room and you forget the fact that you've just left a waiting room with five other people who are equally if not better suited for the part than you. もしこの if not better を第2の意味で、自分以上ではないとしてもと取ってしまうと、カンババッチが他の人を下に見ている嫌なやつになってしまいますよね。ここは第3の意味で、自分と同じくらい、いや自分よりも適役かもしれないと捉えるのが自然になります。次は映画キングスマンのセリフです。労働者階級の主人公が自分の生い立ちについて怒りながら話しています。 And if we was born with the same silver spoon up our asses, we'd do just as well as you. If not better.安泰以上とは言わないまでもの可能性もありますが、話し方からひょっとしたら安泰以上になという感じで取ることができますね。大学入試での出題例は英語長文スペクトルのテーマ1と10に出てくるので、ぜひ読んでみてください。さあここでちょっと誤解を解いておきたいんですが、本戦動画に登場していた女性は僕の妻ではありません。ただ My wife is as cute if not cuter than her。 妻は彼女以上とは言わないまでも同じくらい可愛い、もしくは彼女と同じくらい可愛い、いやひょっとしたら彼女以上かもしれない。僕がどちらの意味で言っているかコメント欄で答えてみてください。まだまだ演習したいところですが、続きは僕のチャンネルで行うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。